大量失点を招いた先発右腕に非難が集中している。現地9月17日、ロサンゼルスドジャースは敵地でマイアミ・マーリンズと対戦し、9対11で大敗した。1番、指名打者で先発出場した大谷翔平は4点ビハインドの3回に48号ツーランホームランを放つなど、5打数1安打2打点で、48本塁打、48盗塁を達成。50から50。 が現実味を帯びた。しかし、試合はドジャース打線が12安打9得点と奮起したが、投手陣が4回までに毎回得点を与えて完全崩壊。地区優勝マジックが消滅し、リーグ東地区最下位相手に不安の残る1敗となった。動画、ライト2階席に着弾、大谷翔平が48本塁打 &48 盗塁に到達。 ドジャースは先発のボビー・ミラーが第5算だった。初回に連打を許し、あっという間に2点を失う不安定な立ち上がりを露呈する。2回も先頭打者に右2塁打、ワンアウト後に子球を与え1、3塁にピンチを広げると、3番ヘスス・サンチェスに再び敵地打を打たれた。この後内野ゴロの間にもう1点を失い、デーブ・ロバーツ監督は2回でミラーを見限り交代を即決した。 ドジャースは3回、1死1塁で大谷が追撃の特大アーチを放ち反撃ののろしを上げると、マックス・マンシーの2点敵地打などで打線が一挙4点を奪い同点に追いついた。ところが3回に2番手マイケル・グローブがオット・ロペスにあっさりソロ弾を浴び、またしても追いかける展開となる。4回にミゲル・ロハスの6号ソロで再び追いついたが、グローブが連打を暗いマーリンズに勝ち越しを許す。 なおも西二塁で三番手左腕アレックスベシアが登板したが、相手の勢いを止められず得点を健常。投入するピッチャーが次々に失点を重ねる悪循環では、白星はどうかった。ナリーグ西地区首位を走りながら、東地区最下位に低迷するチームに15安打11得点も与えたドジャース投手陣に地元記者は厳しく言及している。米カリフォルニア州の地元市、 ロスエンジェルスタイムズのジャック・ハリス氏は試合後に X を更新。冒頭から、ボビー・ミラーを再び先発させるという許し難い決断を下した時点で、試合は負けていたと綴り、大量失点を招いた25歳の先発右腕を酷評した。怒りの声は抑えられず、ミラーの代わりに誰がローテーションに移動が構わないが、今年はもう一試合も先発させることはできない。 3A や 2A から誰かを引き抜くか、シーズンチケット保持者をマウンドに立たせるかだと知るし、最後の一行はファンを登板させるしかないという冗談を付け加えるほど、半ば自暴自棄だった。ハリス氏はさらに別の投稿でも、ミラーを紛糾。ドジャースは1シーズンに56イニング以上投げた投手は1,105人いるが、ボビー・ミラーの防御率8.52は、これらの投手の中で一番最低である、と補足。 先発投手としして失格のをした同期者以外にも、ドジャースの背番号28には厳しい意見が寄せられている。ドジャース専門メディア、ホネスリー・ドジャースのジェイコブ・ブラウンソン氏は、ドジャースとしては、プレーオフ1回戦の席を確保しつつあるが、ミラーを先発に起用し続けることはできない。今シーズン彼を再び先発させるのは悪行である、と断じ、 今後の先発起用を疑問視する。ミラーは今季12試合に先発して2勝4敗、54イニングを投げ防御率は8.17で QS 率はわずか16.7%。最後に先発して勝利を飾ったのは8月29日のボルティモオリオールズ戦以来で、9月はこの試合を含めて3回の登板機会ながら一度も白星をつかめず、しかも計17失点を喫するほど不信を極めている。